く世界と比較して言われるのがですね、非常にこの日本は抗精神薬の消費率処方率高いですよね、はいはい、抗精神薬大国であるということで、はいはい、私もあの昔はそれ知らなかったんですけれども、はい、なんでこんなに日本はこう処方率が高いんでしょうか。まあ、それはもう精神医学とか精神学者自身のその文化の問題というふうに言ってしまえばそれまでかもしれませんけど、はい、今言われているような問題というのはその日本語で言うと多剤大量処方問題というふうに言ったりします、はい、多剤大量処方というのはそのまま多くの種類を大量に処方するということで、うん、まあ、例えばその海外なんかではその単剤主義っていう、はい、要するに一種類の薬を投薬するということが、はい、まあ、基本として結構抑えられてはいたんですけど、うん、ただ最近は海外もその多剤処方が目立つようになったっていう話もあります。でも日本は昔からずっと多剤大量療法のまま でそれは今でも同じ で学会でも最近それが批判されつつはあるんですけど、はい、学会では批判されてても実際現場で見てみると、はい、もうどこでもまだまだ多剤大量処方をやってるっていう現実があります。これはもうそのもっと言うと日本の健康保険ですか、はい、そのものの問題にも直結すると思いますね、うん、それに薬をたくさん出したりとかずっと患者が、ね、はい、定期的に薬漬けできてもらうと、はい、非常にまあ儲かるわけですね、簡単に言うと、うんうん、そういうふうな構図を健康保険というのは持ってるので、はい、多剤大量療法が生み出されやすいっていうそういう現実があるんじゃないですか、ね、構造的にも、はい、あのそういうふうになっているということですね、はいはい、あの前にあの教育をのテーマで扱った時にですね、はい、あの子供にあの抗精神薬を処方するときに、はい、あの世界の中でも日本だけが、はい、1種類以上何種類か一緒に処方するということをですね、はい、教育の専門家が非常に批判してたことがあったんですが、はいはいはい、これはあの今おっしゃったこう何種類か一度に出してしまうことというのは、はい、やはりそれだけリスクも高いということですか。そうですね、例えば2つの種類のものを出せば、うん、なんか副作用とかも2倍になるって一般の人は思うかもしれませんけど、はい、通常2倍じゃないんですね。2倍ではない、はい、あの相互作用っていうのがありますから、はい、肝臓の代謝酵素なんかの阻害なんかも起こりますし、はい、3倍にも4倍にも、その作用が出るし、うん、まあ、一般の方に分かりやすくと副作用とか禁断症状も出ると、はい、いうことで問題なんですね。ただまあさっき言ったようにその子どもの、あの薬にかけるその精神薬っていうのは覚醒剤とか麻薬と同じようなものですから、うん、で特に子どもに使われる薬、例えばコンサータっていう薬がありますけれども、はい、まあ、それはあのリタリンっていうメチルフェニデートっていうその覚醒剤の除方剤ですので、うん、もう全く覚醒剤と変わりがないんですね、うん、で他の薬で子どもに使われる薬なんかも抗うつ薬系の薬も非常に覚醒剤に近い成分を持ってます、はい、でそういうものを子供に投薬してで仮に聞いたとしますね、はい、その覚醒剤だからすごくその時だけ目が冴えるわけですよ、うん、で集中力が出た気になると、でそれで学力とか上がって勉強できるかもしれませんけど、はい、その後に来るのは地獄です。でそういうものを皆子供に今児童精神科医たちは投薬していると。僕は特にまあ自分の活動、その医学悲願活動の中でもその子どもに投薬することに関しても特に厳しく言ってます。僕インターネットでもいろいろとあの発信はしてるんですけれども、はい、その中でも子どものことに関してはかなり強く言ってますね。